怖いか。お前はアイゼン様に不要とされた。お前はここで誰にも触れられることなくたった一人で死んでゆく。怖くないよ。お前とお前の仲間の結末はすでに決まっている。恐怖と絶望から逃れるための本能の一つだ。人間どもの無意味な錯覚に過ぎ。全く同じことを感じるなんてありえないかもしれない。だけど相手を大切に思い合って心を一つにするって、きっとそういうこと。心とは何だ。その胸を引き裂けばその中に見えるのか。黒崎君、井上から離れろ。そのつもりだ。貴様を殺すことはラスノーチェスを守ることと同義だ。最初から剣を抜いてくれるとは思わなかったぞ。対等の相手として認めたと思っていいのか。仮面も出さずに俺のセロに耐えたか。その女はもはや我々の同胞だ。救い出すことに意味などない。それはてめえが決めることじゃねえ。よく見ろ見ろ。ほとんど切れてね。前に戦った時のてめえは動きが全く読めなかった。それが読み取れるようになったのは俺がホルオに近づいたのか。俺がお前ら人間に近づいただと。貴重なソウルソサエティに これでしばらくはゆるりと潰してゆこうかの。何も何も前例を落としてここで叩き潰せ。憎さかれようと骨の一本。やれやれ、総隊長お前。お前だ、顔を貸せ。あ、なんすか。それは総隊長とて例外ではない。届いとらんぞ。何？人を殺すことしか考え。赤腕で挑むその勢い。なんだ、ラローズ、よく戦った。君が2番だと嬉しいんだけど。そう、
残念だな君。お前たち人間の気休めだ。恐怖脳の一つだ。全く同じことを感じるなんてありえないかもしれない。最初から剣を抜いてくれるとは思わなかったぞ。とりあえずはこの相手として認め、破壊すべき対象としては認めた。ノーテスの天蓋の上。そうだ、ラスノーチェスの天蓋の下で禁じられているものが2つある。閉ざせ、ムルシエラゴ。動揺するなよ、構えを崩すな。そうしていなければ今頃貴様の首は俺の足元にあった。見える。黒崎一護、月牙を撃て。今ここで俺に撃ってみせろ。力の差を教えてやる。やはりセロ、そんなもんと一緒にすんじゃねえ。そうか、お前はまだ見ていないのか。セロオスキュラス。なんだ、上で何が起きた。石田君の力で私をこの天蓋の上まで運ぶことって。理解したか。その力は天地ほどにも隔たっている。人間や死神が力を得ようとフォローを真似るのは妥当な道筋だが、ゲスが無駄だと言っているんだ。なぜ剣を離さない。これだけの力の差を目にしてまだ俺を倒せると思っているのか。てめえが俺より強かったら、てめえが強いのなんか最初から分かってん。ザレ言だ。知らぬなら教えてやる。レスレクシオン、セグンダ・エーターパ。この姿はアイゼン様にもお見せしていない。この姿を目にしてまだ戦う意志があるのか。だが命を捨てた目もしていない勝てるつもりで戦ってるわけじゃねえよ。勝たなきゃいけねえから戦ってんだ。ザレ事だ。
生きているはずがない。その姿は何だ。バカな、今のは紛れもないセロだ。俺の能力の最たるものは攻撃性能じゃない。俺だけが脳と臓器以外の全ての体構造を超速再生できる。ランサデル・レランパーゴ。なんだと。聞こえないのか黒崎。やめろと言ってるんだ。俺が助ける。腕も足も体も再生しつつあるが、見せかけだけだ。黒崎くん。開けられたはずじゃなかったのか。ここまで。殺せ。俺にはもう歩く力も残ってはいない。こんな勝ち方があるかよ。最後まで思い通りにならんやつだ。ようやくお前たちに少し興味が出てきたところだったんだがな。そうか、この手のひらにあるもの